こんにちは、白井ミュージックの白井としみつです。今回ご紹介するのはこちら、スタータマのスターシリーズの、ワンピースメイプルですね。もう短板、タマの短板復活おめでとうという感じで、これにですね、ハチラグのダイキャストフープで、まあ、短板のメイプルにさらにこうレインフォースメントも短板のものを使っている。で、スターフォニックのこういうスナッピーの、ね、こうスイッチというスペックなんですけれども、これぜひですね、あとベントホールが、ここと、こことここ3つですね、 1,2,3 箇所こういう風に入っています。この音ですね、ぜひまず低い音からだんだん高い音にしていきますので、こうもう一つ、紹介、このタイミングでしているのですと、ブロックのウォルナットのスネアもやってるんですけど、それは縦目で、これは横目という感じですね。で、そのあたりも含めながらですね、低い音から高い音まで聞いてみてください。
かがだったでしょうか。こういうねレインフォースメント付きワンピースメイプルで、これがダイキャストフープであるというのがですね、実はおおさすが玉という感じで、普通だったらしかも今こうねこういう内巻きのフープもあるわけなので、そっちに行きがちだと思うんですけれども、そうじゃなくて、ダイキャストフープでまとめてきて、でそれがですねこうセット全体で叩いた時にすごくバランス良くて、そしてこのベントホールがこの3つっていうこの打感っていうのも、すごくこうねうまーくまとまって、でドーンって叩いた後のこの倍音がふわっとなる感じっていうのもですね、すごいこう上品で、こう柔らかさもありながらちゃんとこう粒も立つっていうですね、すごいバランスよく、叩いてて気持ちいいですし、こうちゃんとこうあこういうところでマイクで撮ってほしいんだなっていうのがすぐ分かるというですね、撮っていい叩いて気持ちいいというすごいバランスのスネアドラムだと思いました。こんな感じで、あとスイッチもですねこういう風にこね、ノイズ少ないです、ね。今までの、ね、スタクラ系のやつはこう、ね、ちょっとノイズ出るイメージあったと思うんですけども、スターフォニック系のやつはこうやって小さな音でいきますので、これにねいわゆるちょっとこうグローバーかなんかのスナッピーとかつけてみると、そういう柔らかい感じの音が欲しい、オーケストラや吹奏楽部の人にもいいんじゃないかと思いました。ということで、今回ご紹介したのはタマの、スターシリーズで、単板のメイプルですね、ということでした。では白井ミュージックの白井俊光でした。